こんにちは、ひさきです。本日からの動画、今年もやっていきます。プロスペクトランキングということで、各球団が抱える若手有望株をプロスペクトと呼んでおります。で、先日全球団でそれをランキング付けしたんですが、今回は球団別でランキング付けしてお話しさせていただければなと思います。2月初週からはいよいよキャンプイン。ルーキーに注目は集まりますが、やはりアピール次第で一気に一軍ブレイクということもある中、ルーキーはやはりまず慣れることが求められると思うんですよね。基本的に戦力として計算するっていうことはできないと思うんですが、2年目選手はある程度の結果や1年目からの成長を期待されますし、1年目に結果を残した選手は2年目に継続的に結果を残すことで一気にレギュラー定着になっていくのかなと思います。で、キャンプ前の今だからこそ昨年アピールできたり、今非常に良い選手で1軍出場がなかったとしても2軍で非常に良いアピールができている選手を投手野手ともにランキング付けしていきたいなと思います。で、対象なんですが、少し前回のランキングからは広くしました。22年シーズンで25歳以下、そして打者では1軍通算100打席100試合以下の出場選手、ピッチャーでは100イニング以下30試合以下の選手、そして今回広島からでございます。で、この条件で、まず投手で森下選手、栗林選手、森浦選手、玉村選手、遠藤選手、高橋美希也選手、コルニエル、野手で宇草選手、小園選手、林選手、坂倉選手ら、そして年齢的に松髄選手も外しております。広島は2021年アピールした若手が非常に多かったことで、今回のランキングを作るとかなり対象選手が減ってしまったのが、まあ嬉しい悩みでもあるのかなと思います。まず5位、田中典彦選手。中日、岡林選手の一つ年上の投手で、最速152キロと言われていた投手。怪我が多かったこともありますが、打撃でも期待が大きく、1年目は体作りの影響か、2軍でも4試合だったんですが、20年、2軍で多くリリーフ登板。クローザーとして多く投げることができ、25試合で26回、1勝1敗、12セーブ、防御率 1.73、27三振、9四死球で2軍のセーブ王のタイトルを獲得することができました。当時広島のリリーフ課題ながら、一軍昇格は終盤で登板2試合のみだったんですよね。で、個人的には2020年順位もかなり厳しかったですので、試して使ってもいいかなと思っていたんですが、21年に向けて秘密兵器的な形で起用するのかなと思っていました。ただ21年は登板なく、2軍でも内容としては苦しかったです。最速147キロではあるんですが、なかなかストレートで押し切れていません。フォーク、カットボール、チェンジアップのような球も投げているんですが、やはり彼の鍵になるのはストレートの質かなと思います。20年光を見せた守護神候補ではありますが、21年に壁にぶつかり順位を下げました。それぞれの球種の精度はもちろん、ストレートでもう少しスピード、そしてパワーともに上がっていくと、まあ、中継ぎに限らず先発としても一軍を狙える立場になっていくのかなと思います。そして、藤井麗楽選手。高校時代2年で甲子園出場、3年時には世区大会でノーヒットノーランを達成も、3年時に甲子園出場はありませんでした。育成指名され、1年目は体作りか、1試合1回防御率 27.00 と、登板はほぼありませんでした。19年も8試合のみでしたが、20年登板機会を増やします。18試合で 14.2 回、1敗1セーブ、防御率 1.09、28三振、8四球。シーズン途中には念願の支配下登録をつかむなど飛躍のシーズンで、1軍でも3試合に登板することができました。1軍で結果、居続けるということはできませんでしたが、2軍で結果、そして1軍で挑戦という育成選手から順調なステップアップでもあるのかなと思います。で、今季1軍で4試合無失点スタート、期待も集めたんですが、 DeNA 戦では8失点と大炎上、雨の中ではありましたが、その後1軍登板はなく2軍でも痛打が目立ちました。彼の武器は150キロ近辺のストレートとフォーク。基本はこの2つで、カーブ、カットボール等も交える投球にしていきたいそうです。フォークは2軍でしっかり使えていると思っていますし、1軍でもある程度いけるなということは分かりました。彼は制球ともう少し引き出しがあると、一気に1軍いけるんじゃないかなと思っています。そして、大道選手。高い奪三振率、強い直球が武器で、スライダー、カーブなどを投げる快速王子。栗林選手、森浦選手、大道選手と3人のルーキーが開幕1軍、勝利の方程式としても起用され、一時期はセットアップにもなっていました。
その中で5試合連続無失点、そして先発転向で5回無安打デビューも、山本選手に7回完全投球をされてしまって勝利とはいきませんでした。1軍でも4勝は記録したんですが、 QS 自体は1試合のみ。ヤクルト戦では7回無失点など良い投球もありましたが、先発転向後2勝でした。ストレートでガンガン押すという投球はできませんでした。2軍でも6点台と痛打が目立ってしまい、ストレートのスピードは151キロと当初は出ていなかったながら、しっかりスピードを出してきました。スライダー、スプリットは投じているものの、もう少しこの2つで空振り、ゴロを取っていきたい。そのためにこの精度はもちろん、ストレートでより押し切れるかっていうのが1軍の活躍の鍵になるのかなと思います。そして小林選手、今季2軍でずっと投げていたというわけではなく、当初リリーフで少しずつ間隔を上げていたんですが、9月に先発として5イニングを2試合、そして最後のオリックス戦では8回2失点6三振と好投を見せた高卒ルーキー。強い直球で149キロとカットボールが主ですが、フォーク、シュート、チェンジアップ、スライダーと引き出しは多彩なんです。まだ変化球の精度は課題ながら、最終盤に高卒1年目で1軍デビューを経験することができました。1軍デビューで最速152キロ、カットボール、スプリット、ツーシームを投げ、村上選手から2三振、そして2回完全と圧巻でした。ただ味方のミスや自身も少し2巡目以降では苦しんだところもあるんですが、終盤に広島ファンに希望を与えました。2022年2軍でがっつり投げるかどうかはわかりませんが、玉村選手が今シーズン1軍でしっかり投げることができた、まずは1軍で100イニングというところを2年目で達成できれば100点満点なんじゃないかなと思っております。そして1位、高橋光也選手。高校時代に寺島選手、藤平選手と並んで高卒ビッグ3と称され、期待も高く2指名。1年目の2軍では7試合で28回2勝、防御率 1.29、27三振、15四球と、フォアボールを追いながらフォークとストレートでしっかり三振を奪い、結果を残しただけではなく、日本一決定戦でも先発し、好投優秀選手賞に選ばれました。そして2年目には1軍、2軍を行き来し、菅野選手に投げ合って初勝利など、6試合で21回1勝2敗、防御率 9.43、17三振、16四球、成績的にかなり我慢されたところではありますが、まず1軍で勝利を挙げることができました。ただ肘の違和感は続いていたそうで、19年開幕前にトミー・ジョン手術を受けました。20年に2軍で実戦復帰すると、21年には早い段階で1軍登板、巨人戦で1031日ぶりの勝利。その後、好投ながら勝ち星がつかなかった中で失速もあったり、コロナの濃厚接触対象になったり、ずっと1軍ではありませんでした。カットボールとストレート主体のピッチングにモデルチェンジ、カットボールで28三振も少しカット、ストレートメインの投球で投げる球がなくなってしまったところもありました。右でフォーク、対左の外側に抜けていくようなスライダーなどがあるとより良いのかなと思います。ただ復帰のシーズンで十分すぎる内容、2022年も期待しております。そして葉月選手、何度かお話ししております。1年次からレギュラーをつかみ、甲子園出場経験があります。167センチと小柄ではありますが、高い身体能力が武器で評価、1年目から多く2軍で出場しました。9月には4割を超える活躍で月間 MVP など、1年目の2軍で89試合で3割5二塁打、9打点、23盗塁と、高卒1年目で打率3割を記録しました。長打タイプではなく、単打を多く放ち、三振も実はそんなに多くないんですよね。で、2年目にはデッドボールで骨折も2軍で多く出場。49試合で3割4分9厘、1、2塁打、11打点、17盗塁、OPS、7割8分7厘と、ハイアベレージをマーク、シーズン途中には1軍も経験しました。セカンド、サードなどで攻守で存在感、17試合で1割8分2厘という成績ではありましたが、まず早い段階で1軍を経験することができました。そして2021年、早い段階からセンター挑戦。今季は主に外野起用、守備では悔しいミスもありましたが、1、2軍通じて初めての本塁打を放つことができました。ただ今季はコロナ感染、そして終盤には有効骨骨折で離脱。コンタクト力が大変高く、ギダ含め小技もこなせる、そして俊足で間を抜く長打も放てる、そしてセカンド、サード、センターを守れるユーティリティプリ。少し1軍では三振が目立ってしまったのですが、まああとは慣れかなと思っております。そして4位、木下選手。高卒1年目のウェスタンリーグで7本放った長打力が武器の選手。守備や打率で1割8分と苦しかったり、出塁率2割2分4厘ではありましたが、1年目として長打力で存在感を見せました。2年目の今季は打率を上げることはできたのですが、逆に本塁打がやや少なくなってしまいました。三振はそこまで多いわけではなく、当たれば飛ぶみたいなタイプではありません。
今季は一発が少なかった印象はあるんですが、長打自体はしっかり放つことができ、特にフェニックスで長打を放つことができたので、まあ今シーズンに関しては率を上げることができたとも言えるのかなと思います。速球に強く変化球にも対応でき始めていて、2022年もう少し本塁打、長打、そして率ともに上げられると支配下を狙える存在だと思いますし、高卒1年目、2年目でウェスタンリーグでやっぱり長打を放つことができたって意味ではかなり目立つことはできているのかなと思います。そして3位、韮澤選手。今季かなり長打力を上げた印象のある韮澤選手。まだ一軍経験はありませんが、ショート、セカンドをハイレベルで守る野手で、1年目から68試合で2割2分9厘、13打点、OPS、5割4分8厘と打率はまずまずでした。そして2年目はそのバットに当てる能力を保ったまま長打量産。絶好調時期には本塁打も出ていて、150キロ近い速球でも適応し続け、打球が上がってきました。積極的なバッターではあるんですが、選球眼はかなり良く、順調なステップアップできていると言えるのかなと思います。もちろん小園選手らが自分でアピールし、彼としても悔しい思いはあるかもしれませんが、彼らに負けないように、そして菊池選手の下の世代で活躍期待しております。そして中村奨成選手。甲子園史上初の5試合で猛打賞、6本塁打で大会最多本塁打記録更新と大注目を受けたキャッチャー。1年目は2軍で83試合で2割1厘、4本、9二塁打、16打点、OPS、5割5分6厘と、広いウェスタンリーグの球場で卒1年目に4本と、まずまず長打を放ったものの、フェニックスでは怪我、そして2年目の早い段階で骨折、復帰戦で頭部死球など怪我に苦しんでしまいました。それでも2年目、39試合で2割7分9厘、2本、9打点、OPS、7割2分5厘と、打撃で持ち味を見せ、キャッチャーとしても経験を重ねることができました。そして2020年、打率3割を超える内容で1軍デビュー。1軍のチーム事情もあって、1軍デビューもヒットを放つことができず、機会もあまりありませんでした。坂倉選手はもちろん、石原選手らの存在もあって、起用が少なくなっていき、2021年、当初は1軍キャンプなど期待も開幕は2軍でした。今季はキャッチャーとしてというよりは、外野、サードとして2軍で起用、そして1軍でも代打等で起用されました。少ない機会で結果を残していたのですが、なかなか1軍で打席に恵まれず、基本的に1軍ではキャッチャーではありませんでした。ただコロナ感染で離脱が増えたことでキャッチャーとしても出場があったり、代打で初本塁打を記録したり、1軍で安打、長打を放つことができ、ステップアップできたのかなと思います。広島で貴重な右の野手、足も使えて長打も打てる右打ちの選手、キャッチャーとしての出場が増やせるかは微妙ですが、外野、サードとして彼が1軍で存在感を見せられると、チームの得点力アップにつながるかもしれません。そして石原選手。高校時代、一つ年下の高田芳生選手とバッテリーを組んだんですが、甲子園出場はありませんでした。大学時代には首位打者を獲得も、守備力が高いキャッチャーとして期待。1年目の2軍では34試合で2割2厘4本8打点と、試合出場自体が多くなかったながらまずまずの長打力で、特に2軍戦の最後の2試合で3本、フェニックスで3本と爆発的な長打力を見せてくれました。1年目の1軍出場はなかったんですが、もともと期待されていた守備力とパンチ力が期待され、今季開幕1軍。1年目の1軍出場はなかったんですが、もともと期待されていた守備力とパンチ力が期待されていました。そして今季開幕1軍をつかみます。代打やサブキャッチャーとして多く1軍帯同、そして4本とパンチ力を見せる活躍。ストレートはやや刺されがちではあったんですが、緩い甘い球を捉えて一発など意外性の長打がある選手です。一方、評価されていた守備力、特に盗塁阻止ではもう少し期待したいところ、リードではかなり評価をされている選手ではありますが、この盗塁阻止はもう少しできるところだと思うんですよね。相澤選手はもちろん、磯村選手、坂倉選手、そして中村奨成選手らとライバルは非常に多いです。それでも彼は2桁、守備で貢献できるキャッチャーだと思っていますので、今回1位で挙げさせていただきました。全体で考えるとこんなところ。広島は21年、相当多くの投手、野手ともに若手が1軍で存在感を見せることができました。玉村選手、小園選手、林選手、坂倉選手、森浦選手、宇草選手ら以外で、ここまでのラインナップ、特に野手は相当強力ですし、22年以降もかなり期待できるのかなと思います。鈴木選手の穴を埋める助っ人、あとは21年にアピールした選手がコアになれると、一気にチームの攻撃力、投手力ともに爆発する可能性があるチームだと思っています。特にルーキーの2人、助っ人、そして今回のランキング上位の右打ちの2人、かなり来季のキーマンなんじゃないかなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。